じゃあ、シンバル、ハイハットシンバルの結構ね、ここみんな回したりするんですけど、これを回すと実は大変なことが起きたりします。はい、どういうことが起きるかですね、まずちょっと大げさにします、ちょっとね、こうですかな。仕組みの話からちょっとお話します。ハイハットシンバルですね、一応仕組みなんですが、まずこれこのままこういう仕組みになってます。取れます、下置いちゃいます。次これただ置いてあるだけです。もうただのシンバルですねはい、こういう形です。でここも分解しちゃいます。はい、これただ線があるんですね。でここのネジ実は分解できるんですね。あの持ち運ぶためにこれ半分になります。どうなるかっていうと、はい、こんな感じです。はい、こういう感じになってます。シンバルを回すとここのネジが緩むんですね。これネジ式になってるんで、入れるときネジを合わせて回せばつけられますし、緩めると取れます。でこれがもし取れちゃうとこの中入ったりするんですね。でそうなった場合どうなるかっていうと、こういう状態なんですよ。ないっていう。でシンバルはただ置いてあるだけです。上のシンバルこうなります。落ちますってなりますでシンバルも結構重いんで、ここあこれ持ちそうだねそうだねこれ落ちてきて足とかに当たるとすっごい痛いんで、はい、注意が必要ですっていうお話です。以上です。また食べてもらっていいですか